コメントついてる。あ、本当だ。外国の人も来てる。いっぱい来てる。いっぱい来てる。髪の毛をしてるのバレる。髪の毛はやるせするやろ。ありがとうございます。英語英語。日本語。あ、日本語も来てる。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。来てる来てる。髪の毛が。あ、ちょっと。ありがとうございます。奥様もとても可愛らしい方ですね。ファンになりましただって。いいんですか、私みたいなものにファンなんて言っていただいてありがとうございます。また見てください。いっぱい書いてる。年内1000人達成できますようにありがとうございます。最近動画を見させていただくようになりました。コーヒーが大好きなんですが、一応良くて本当めったに飲みません。ああ、嬉しいです。ありがとうございます。そうそう、私たちのねコーヒーとケーキも見せつつ、暮らしも良ければちょっと見せつつで、今ちょっと字幕をねシンプルさに重視してるんですけれども、ちょっとずつ私たちの気持ちとかも載せていこうかと思ってたところ、こういったことを言っていただけるとちょっと載せようかと思いました。ハートします。おはようございます。くるみさん、くるみんさん、くるみんさん、最近発見して全部見ました。全部見てくれたんですか、動画。ありがとうございます。この動画の全部かもしれない。娘が広島住んでるんです。あ、宣伝しときます。え、私はなかなか来ないけど、こういった気付かせていただきもありません。いつでもどうぞ。個人的には優しくとつつ、ダンスの立ちに汗ついてない感じ。褒め言葉です。ダンスお上手。あ、ダンス見てくれたんですか？そそられたんですか？ありがとうございます。実は私あんなにダンスしてるって知らなくてですね。動画出来上がってみると、いつもダンスがついてるので、ちょっとびっくりしてます。ハートです。クリスシーさん。よさりそうユニークアリアリラミアプリラグありがとうございます。Thank you for the, thank you so much. Thank you for the English sentence. English 文章ありがとう言うてます。うん、ありがとうございます。Keep going with your work. 本当です。ちょっと続けることを頑張ります。そうですね。Your coffee shop is so available and it shows all the effort that you put in there. Wish you all the best. ここさっきわからなくて翻訳しましたね。可愛らしいとのことでした。ありがとうございます。はあ、自分たちで作ったね、お店なのでね、はい、皆さんに気に入っていただけるととてもワクワクします。ありがとうございます。ポチ。モンヌッチュさん。モンヌッチュさん。素敵なチャンネルを見つけてしまった。なんてことでしょう。特に食生活の。なんてことでしょう。書いてないよ、ゆうかさん。あ、それ私です。はい、特に食生活は真似したいと思いました。ありがとうございます。この日の食生活何してただろう。はい、食生活は案外気にしてますんでね。はい。はい。ちょっとずつ出していこうかと。はい。最近こちらのチャンネルをお見かけしました。登録して、登録してくれたんですか？ありがとうございます。ありがとうございます。また、またね、動画あげるので、よかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。ハート。わー。返事します。はい、今から返事します。